ね。なんか興味を持ったことが記事になる仕事なので、これ大好きみたいなのが仕事になることもあれば、クライアントワークでこういう企画で発信してくださいって依頼をされて、調べていくうちに好きになるみたいなことが結構あって、それがすごい楽しいなって思ってます。なんか興味が広がるっていうのは、興味あることをやるのもすごい楽しいんですけど、広がるのもすごい楽しいなって思ってやってます。ソーシャルイシューっていうと結構ハードルが高い感じはするんですけど、でもみんなやっぱり生活する中で怒るところはちゃんと怒っている感じがあって、これはもっとこうした方がいいとか、そういう意見持ったりとかする人は確かに多いなと思っていて、そういう話は結構出るなって思います。仕事の案件の中でも体と心の健康だったりとか、そういう企業がやっている社会的な活動を扱うことだったりとかも多いので、仕事を通してもそういった話がそのプロジェクトのメンバーの中で出たりとかもすることが多いかなと思っていて、で今いる社員の人だけじゃなくても、こう信羅をもうこう辞めた人、過去に信羅で働いていた人たちともこう会うとそういう話が出るので、もうなんかそこはこう遺伝子のように受け継がれているなっていうのをすごい感じます。今までの会社であったことって、なんかまあ、決まったことはやるっていう、上の方にいる人たちが決めたことをそのままやるっていう働き方だったし、そこに違和感持ったことなかったんですけど、この会社に入ってから、その自分が持ってる大切にしてるものとかをすごい大事にするし、ちゃんと言うっていう人たちがすごい多くて、で、なんかそういうものによってソーシャルイシューみたいなものに関心を持つようになっていったなっていう実感がすごいあるんですよ。で、なので、なんかこの会社に入ってようやく、なんかその、例えば自分の友達がこういうふうに思ってるだろうなとか、なんかニュースを見て、こう苦しみを吐露している人たちがこういう思いにしているんだろうな、これにはちゃんと目を向けなきゃいけないなとか、なんかそういう気持ちに一つ一つ気づくようになったっていうのが、信羅に入って一番でかかったことだと思うんですね。いいこと言った気がする。はい、いいこと